アイスティーの氷が溶けるまでに夏の熱気が勢いを落とし涼しげな風が吹き始めたこの季節は観光客も少なくバカンスを楽しむにはぴったりだ水温はまだ暖かいからマリンスポーツにゆったり興じるのもいい生身の体を持ってさえすればサーフィンやシュノーケリングへ出かけたいところだが僕にはできない和気あいあいと旅の思い出を語り合うフロアを眺めつつそんな思いを巡らせた 素敵なお店じゃない。どこで知ったの前にも、女の子を連れてきたんでしょう。まあね、ガイドの仕事をしてればそんなこともあるし、これも大事な接待だからな。思わず視線を外したくなるほどセクシーな水着姿で、後ろを歩く若い男性を虜にするフランス人とおぼしき女性が、カウンター席にヒップを乗せた。隣に座った陽気なハワイアンは、手慣れた様子でタブレットを引き寄せ、 道すがら聞いた彼女が好きなドリンクをささっとオーダーしたオレンジカフェのアイスティーは知る人ぞ知る美味しさで際立つ自社農場で栽培した茶葉を使っていることとそのキャラクターをしっかり抽出できる腕利きのバリスタがいることがその大きな要因世界中に店舗を構えるチェーン店ならではのネットワークは各地の名産品からオリジナルメニューを編み出し地球の反対側でもそれを味わうことを可能にしている お待たせしましたアイスティーですどうもありがとうチップ受け取ってねサンキューマダム良い午後をお過ごしください僕は入れたての一杯を彼女の手元へ差し出し10ドルを受け取った代金以上のチップをくれるとはどうやら旅慣れた女性らしい道理で下心丸見えのこの男性をいともたやすく手名付けているわけだ少し離れた場所へ移動して グラスを洗うふりをしながら、引き耳を立てていると、案の定、今夜の予定について男が尋ね始めた。さあ、うまくいくだろうか。今夜、知り合いがちょうどバーベキューパーティーをするらしいんだ。一緒にどうだい。あら、いいわね。お肉、大好きなのよ。どうしても、食べたくなる夜があるのよね。だよね。俺も時々、無償に食べたくなるんだ。 どうう。してなんだろう不思議だねおどうやら一歩進んだらしいバカンスの地でバカンスらしいバカンスか羨ましい限りだ生身の体を持ってさえすれば夜のダンスやデートへ出かけたいところだが僕にはできない和気あいあいと秘密の取引を交わす2人を眺めつつそんな思いを巡らせたカラン氷の溶ける音が静かに響く 天井のスピーカーから降り注ぐジャズに混じり2人の会話が続く色っぽさよりも仲良さげな雰囲気が目立つ様子に何とも安心する日常生活から解放され一夜のアバンチュールとしゃれ込むのもそう悪いことではないだろう長い金髪を無造作にかき上げ女は大人の香りを彼の鼻先へ漂わせた ME14 年9月1日オレンジカフェ ホノルル店、ワリスタドローン、シロタクルタ。